時中天地図についてちょっと補足説明です、えー、この章がバイオスフィアということはもうこの動画をご覧になっている皆さんはご存知だと思います。で、えー、それで今日今朝ふと気がついたのは章を小さい円に入れているということからふとこれはこのバイオスフィア地球生物圏が成立するには これだけの環境的条件がいるということを書いている図だということに気づきましたこれだけのものがないとつまり地球あの生物圏を成り立たせるには天地陰陽がいるつまり、えー、赤道直下の加熱した大気と両極の冷却された大気による循環が発生します太陽とこの 大地の間に山や火海があり中夜等化、えー、があるその他あの右折走路雲雷円火ですねこういうものがあ,のあって初めてこの地球生命圏が成り立ちますよとまあ当時のことですからあの 世界をそのまま写像したということですねそれが今日的には地球環境世界の保全にとって非常に有用な意味を持つ図になっているということですこれで終わります